スにそんな意味があるなんて知らなかった。そうよね、日本人にはまだ知らない人も多いから。ちなみにクリスマスツリーの一番上にある星、あれはね、イエス・キリストが生まれた時に現れた輝く星を意味してるのよ。そうだったんだ。だからこれからツリーを飾る時には星を忘れないでね。はい。でもどうしてそんなに世界中でイエス・キリストの生誕を祝う必要があるんですか？じゃあそのことについて知るためにイエス・キリストが何をなされたか長老たちと一緒に振り返ってみましょう。ぜひ教えてください。もちろんいいですよ。まずはじめにイエス様は神様の教えを人々に伝えてくれたんです。神様の教え。神様については覚えてますか？はい、確か僕たちみんなのお父さんみたいな存在。そうです。ってことはお父さんとして僕たちにいろいろ教えてくれるってこと？その通り。この人生の中で大変なことを乗り越えるにはどうしたらいいか、またどうすれば幸せを得られるか、イエス様の言葉や教えがそれらに助けを与えてくださいます。そしてそれらすべては神様がイエス様を通して私たちに与えてくださったんです。しかもイエス様はただ言葉で伝えただけではなく模範になってくれたんです。模範？お手本になるってことです。イエス様は神様の教えを自らの行動で私たちのお手本になってくださったんです。特に素晴らしい愛については模範を示してくれました。愛って神様の？そうです。病気で苦しんでいる人を癒したり、また助けを必要としている人に手を差し伸べたり、神様が伝えたいと思っておられるその愛をイエス様は行いで示してくださったんです。なるほど。それによってみんなが神様の愛を感じられるようになったってことかな。そう。誰かに優しくされたら自分も優しくしようって思えるでしょ。だからお手本なの。昔の人々も今の私たちもイエス様の教えを聞くことで神様の愛について知ることができ、イエス様と同じようにたくさんの人に愛を分かち合うことができるのよ。そっか。それなら僕ももっと人に優しくなれたらいいな。大丈夫、ケリー君ならなれるわよ。ケリー君、愛にあふれたイエス様が私たちにしてくださったことでもう一つとても大切なことがあるんです。大切なことって何ですか？イエス様が十字架にかけられたって話は聞いたことありますか？はい、あんまり詳しくはわからないんですけど。実はイエス様が十字架にかけられたのは私たちのためだったんです。私たちって僕も？はい、そうです。イエス様は悪い人たちによって十字架にかけられたんですが、それは私たちが幸せになるために全ての苦しみを負い、全ての苦しみを負ってこの地上に来られたんです。それってどういうことですか？神様はいつも私たちに正しいことをしてほしいと望んでおられますが、私たちは時々失敗します。嘘をついてしまったり、誰かを傷つけたり、私たちには誰にでも弱さがあるんです。確かに僕も親と喧嘩して家を飛び出してきてしまったし。そうだったの？はい、僕はミュージシャンになりたいんです。でも父さんも母さんもそれを分かってくれなくて、だから家を飛び出してきたんです。そんなことがあったのね。自分が間違ってるのかはよくわからないけど、
確かに喧嘩して家出したのは悪かったかなって。確かに自分じゃよくわからないこともあるし、もやもやしたり罪悪感を感じる時もある。でもね、そんな私たちの弱さを克服するためにイエス様は十字架にかけられ苦しまれたの。じゃあちょっとここでモルモン書を読んでみましょう。これはイエス・キリストについて書かれた書物です。モーサヤってところなんですが、あと、じゃあここをフィリピン読んでくださいますか。ここで言う彼とイエス・キリストのことです。はい。しかし彼は私たちの背きのために差し貫かれ、私たちの罪悪のために傷つけられた。私たちの平安のために懲らしめが彼に及んだ。彼の無知の打ち傷によって私たちは癒されている。私たちのため、イエス様はケリー君や全ての人を愛しているからこそこの役目を自ら引き受けて地上に来られたんです。でもそれって僕たちのために亡くなったってこと？それにはね、まだ続きがあるの。イエス様は十字架にかけられ亡くなった3日後に復活された。そして今も生きてる。その通りです。私たちの弱さに加えて死という私たちにはどうにもできないことをイエス様は克服してくださいました。またそれによって私たちは再び命を得ることができ、永遠に生活することができるのです。